さあ、毎年恒例の水田アートが見頃を迎えています。こちらは去年7月にこの番組でご紹介した善通寺市の水田アートです。サファリというテーマでライオンやキリンを見事に表現しています。今年は一体どんなアートになったのでしょうか。今年5月に善通寺市下吉田町で水田アートの田植えが行われました。農家の石井隆義さんが友人らと行っていて今年で11年目です。今年から私も仲間に入れてもらいました。こちらは田植えから2週間後の写真です。うっすらと文字や輪郭が見えます。続いては田植えからおよそ1ヶ月デザインがはっきりと見えてきました。そして2ヶ月後ついに水田アートが見ごろを迎えました。今年のテーマは氷上競馬。毎年スイスで開催される氷の上で行う競馬を表現しています。私たちは馬にまたがる騎手の横に立っています。馬の隣には山岳地帯にいるヤギを描き、スイスのアルプスをイメージしています。スイス好きなんでちょっといろんな写真調べたら白いところにお馬さんで競馬するっていうのは写真が見えたんですよ。でこれは綺麗だなと。上から見ると黄色と紫のコントラストが鮮やかです。馬の躍動感も伝わってきますね。みんなで田植えした時にこんなにうまくいくとは思わなかったんだけど、すごい鮮やかに氷上競馬が表現できました。 2,3 日に一度こまめに手入れをしてきたという石井さん、感想を記すノートにはいくつものコメントが書かれています。孫を毎日見に行ったんですが、まあ立派です。こんなにこう10年以上も続く、こだわりの方がいるっていうことをまたみんなが応援することが町の活性化なんですね。だから、まあ、みんなで応援したいと思ってます。絵が好きなのでとにかく自分の好きなやつをみんなに見てもらって、まあ、みんなの癒しになればいいかなと思ってます。見頃は8月中旬までで、一部刈り取った後も手入れを続け年内は楽しめます。素晴らしいですね。